皆様方いらっしゃいませ。本日ご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日、初日といたしまして今月一月間お世話になります、劇団社長でございます。浅草木馬館での公演でございます。1ヶ月間とにかく皆で力を合わせましてこの舞台を楽しんでいきたいとそう思っております。お客様もね、暑い中ではございますけれどもご来場いただきましてぜひ一緒に楽しんでいただければ幸いでございます。一月この木馬館を、駆け抜けていきます。劇団社長、まずはメンバーを皆様方に、ね、顔と名前を覚えていっていただきまして、応援をいただきたいと思います。まあ、その前にね、私もだからもう今月は本当に暑い中でございます。皆様方にはね、見に来てくれ見に来てくれとお願いすると思いますけれども、来ていただいたお客様には、楽しんでいただけるよう劇団一の、心づきの舞台を務めていきたいと思いますのでぜひ、応援をいただきたいと思います。そしてでございます、今月はでございますね、劇団社長8月の公演はイベントがございまして、まずは若田町獅子丸の誕生日公演が8月の8日ございます。はい、そして、後ろにいますジャジャマルの誕生日公演が8月の17日ということでございまして、今回は15日のなんでございますけれども17日にね、今回やらせていただく運びでございまして、今回は2人とも新しいお芝居、ね、そうです、新しいお芝居を2人ともこう丁寧に持ってきてくれたんですね。本当にね、ね、自分たちやりたいばっかりでございまして周りは大変でございます。台本がバーンと LINE で届くわけでございまして、私は一切読んでおりませんけどもね、とにかく頑張っていきたいと思います。そしてここにいる指導の人が、今月をもって引退ということで、あ、本当ですか。あ、引退じゃない、役としたそうでございますね。ずっと役としてございます。毎年役としてございましてね、やらせていただいておりますけれども、というわけでございまして今月8月の付き合いでございますね。大勢のゲストさんも、足を運んでいただく予定になっておりまして、昼はなかったんでなんかほんまんとしてたんですけど、こうして戻ってきて木馬の書き出しがあるなって感じがしますね。こういう感じでございましてやらせていただきます。一日一日大事にね、我々もこの舞台熱い中でございますけれども頑張っていきたいと思います。皆様あたりは一度でも多く選手役をご来場いただきましょう。よろしくお願いを申し上げております。それではメンバー紹介でございます。まずお客様から見て右手でございます、指導は一人でございます。続きましてカブトジャジャマル、松川翔也、続きまして前列でございます光月玲子、奥、美鈴佳林、中央でございます水無月浩二、そして前列、私の横に書いております若田町カウント獅子丸、ご挨拶でございます。どうも皆様方、本日初日公演ご来場いただきまして誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。お稽古の公演が終わりまして、暑い暑いと思っていたんでございますけれども、やっぱりこんなに暑いものなのかと思いまして、びっくりしたわけでございますけれども、暑さにも負けず一生懸命頑張りたいと思っております。今までですね、また、1年4ヶ月ぶりに帰ってまいりました劇団社長でございますので、勉強してきたことをですね、浮き足立たずに、披露できればまたいいなとそう思っておりますので、一日一日座長が言ったように大事に公演していきたいとそう思っておりますので、皆様方ぜひとも、暑い中ではございますけれども足を運んでいただきまして劇団社長応援してくださいますようによろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。第1部は工場ご挨拶からの舞踊でございまして、そして第2部お芝居でございます。夜の部は特選狂言遊興三代と題しましたお芝居をご用意いたしまして、第3部花のグランドショーラストステージはチェンジと題しましたラストステージをご用意いたしておりますので、ぜひとも皆様方最後のお時間までごゆっくりご観覧いただきたいと思います。それでは第1部工場ご挨拶、これをもちまして終演させていただきましての舞踊ショーでございます。皆様方最終最後のお時間までどうぞごゆっくりご観覧くださいませ。いざ大衆演劇新時代。はい、どうも皆様方いらっしゃいませ。ご来場いただきまして誠にありがとうございます。
そうですね、もう一部工場挨拶をさせていただきまして、ご挨拶させていただきましたので、今回木馬館の公演でございますね、まあお芝居、よしお芝居でやってみて、まあまあ本当に8月暑いなって印象でございますけれども、浅草ね、外出ると本当暑い中でございますね、皆様方に足を運んでいただきまして本当にありがたいとそう思っております。第2部までは終演をいたしましたが、本日初日の公演でございますけれども、今日は遠山の金さん3日の日切りと題しましたお芝居をやらせていただきました。まあ、明朗でね、明るいお芝居でございますので、こういうお芝居にしたらいいのかなと、初日やらせていただきましたけれども、とにかく1ヶ月間みんなで力を合わせてこの木馬館の舞台を、そうですね、楽しんでいきたいとそう思っております。そうですね、先ほども言いましたけども、何度かお世話になっておりまして、少しは肩の力を抜いて初日を迎えることができたのかなと思いますけれどもね、8月公演、何でもお昼の部は皆さん、表の方にもね、始まる前から、前半のうちの暑いうちはお昼の部結構しんどいですよみたいなことを言われてたんで、覚悟しながらもそんなわけないと思いながら、頑張っていきたいとそう思っております。まあ、とにかく一日一日大事に、この木馬館の舞台楽しみたいとそう思っております。お客様も一緒にね、楽しんでいただければ幸いでございます。いろいろなお芝居に木馬というのは挑戦できますし、いろんなことをかきたててくれる劇場でございますので、おのずと、内容は良くなっていくと私もそう思っております。一日一日大事に頑張っていきたいと思います。そして今月は先ほども若田町が言った通り、8日また17日の日には、まずは8日に若田町かぶとしまるの誕生日公演、そして17日には、弟ジャジャマルの誕生日公演ということでございまして、なんでか知らないけど2人とも暑い時期に生まれましてね、本当はジャジャマル15日が誕生日なんでございますけど、毎年15日に誕生日やらせていただいてるんでございますけど、お盆真っ只中でございまして、なかなかね、地方から来るお客さんだったりいろいろなお客様がね、足は運びづらいということでございまして、でとうとうジャジャマルの方から初めてでございます、泣きが入りまして、15日は座長ずらしていいですかと、今まで何年ももうやってきたんでございますけれども、今回17日という運びになりましたね、ジャジャマル君土曜日、やらせていただく運びでございます。ぜひともそちらの方もね、宣伝をしていただきましてご来場いただきたいと思います。そして4日の日でございますね、4日の日曜日のお昼は私が矢野次笠と題しましたお芝居をやらせていただく予定でございます。普段は獅子丸がやってるお芝居なんでございますけれども、なぜか今回私がということでございまして、これなんか獅子丸チョイスで私がやらされているお芝居でございます。まだ2回目でございますね、今回ね、やらせていただきます矢野次笠。そして夜の部が、赤城しぐれと題しましたお芝居を、若田町がやらせていただきまして、こちらでございますね、4日の宣伝させていただきましたら舞踊賞は、3部構成の中で一部がお芝居でございますから、お間違いのないにしていただきたいです。そして2部に舞踊賞、2部に舞踊賞をやらせていただきまして、ラスト賞太鼓賞をやらせていただきます。そこから少し休憩をいただきまして、第3部に四季折々という舞踊賞をやらせていただきます。この四季折々というのはもう一度幕が開きましたら35分間ぐらいずっと物語になっておりまして、舞踊賞でやらせていただきます。そうですね、新風公演で獅子丸が演出構成をいたしました四季折々というのを劇団シャチだけで、ちょっと構成を変えてやらせていただいておりまして、35分ぐらいあります。ですから2部賞太鼓賞で終わって四季折々の舞踊賞を一発で35分間、終演までやらせていただく形でございます。なかなか見れるようなショーじゃないと思いますので、ぜひこちらの方は楽しみにしていただきたいと思いますね。そしてゲストのことで言いますと、一番最初には6日の日でございます、劇団菊太郎のメンバーと、木崎亮、ゲストにやってきてくれる予定でございます。菊太郎のメンバー4人だったかな、5人だったかな、菊太郎、慎太郎、亮太郎、道山で終わってるんですけど、勇気が来るかどうかってな、勇気来ることになってるのかな、もう一度確認しておきますけど、そのメンバーとあとは、木崎亮君が、ゲスト出演をしてくれる予定でございますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。そうですね、先のことよりまずは明日、明後日と皆様方一回でも多くご来場いただきたいと思います。とにかく始まったばかりでございますから、先週の日までどうぞご引きいただきますよう、よろしくお願いを申し上げておきます。はい、どうも皆さん、どうも、劇団シャチ若田町かぶとしまるでございます。朝日ステージでございます。8月の熱い公演が本日より始まりました。始まりました、よろしくお願いします。お願いします。はい、本当にね、初日のお昼が今終わったところなんですけど、ものすごく暑くて、びっくりしているような状態でございますが、まあ暑さにも負けず暑さを吹き飛ばして、そうですね、今までやってきたことを、
浮き足出さずに披露できたらなと思ってますんで、ぜひ皆さん劇場に、暑いですけど足を運んでください。よろしくお願いします。暑いからやめようと思うと、はい、必ず損をしますから、ね、そうですね、よろしくお願いします、劇場の中は涼しくなってますんでよろしくお願いします。そして8月はですね、8日に、私事ではございますけれども誕生日公演の方やらせていただくことになっておりまして、そして、本来15日がじゃじゃ丸はちょっと誕生日なんですけど、今回ずらしていただきまして、17日に誕生日公演をじゃじゃ丸がやらせていただくことになっております。そして今月はありがたいことに、その他大勢ゲストの方が決まっておりましてですね、劇団写真の情報局なども見ていただけますとゲスト内容とか、分かることになっておりますので、皆さんぜひ、浅草木馬館ご来場いただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。パワー。ノーパワー。